こんにちは、弁護士の松崎です。皆さん、誰にでも人に言えない恥ずかしいことってありますよね。ではもし自分がレイプされたとしたら、やはり恥ずかしくて誰にも言えないですか？今回登場するのはこの人、ジャーナリストを目指す女性、しおりさんです。彼女はある男性にレイプされたことを理由に裁判を起こしますが、反対にその男性から訴えられてしまいます。今回はこの事件を追いかけることで、レイプに遭った時の対処法、真実の証言の発見の仕方、名誉毀損にならないための方法を見ていきます。この動画には裁判での主張に基づき、レイプに関する描写があります。 PTSD と診断されたことがある人や、性的暴力に対してトラウマのある人は注意して視聴してください。特に第2章、君は合格だよはショックが強いかもしれません。それでは、舞台となったのは2015年の東京です。ニューヨーク、とあるピアノバー。へえ、君ジャーナリズムに興味があるんだ。こちらの Y さんは TBS のワシントン支局長なんだろ。どうも、 Y と言います。え、すごい、こんな人と会えるなんて嬉しいです。私、ジャーナリストになるのが夢なんです。しおりさんはジャーナリストになるため、ニューヨークの大学で勉強していました。ですが、ニューヨークでの生活は金銭的にギリギリだったので、しおりさんはピアノバーでバイトをしていたのです。そんな時、 TBS のワシントン支局長 Y 氏との出会い、しおりさんは一流のジャーナリストとのコネクションを獲得します。それから間もなくして、 Y 氏はしおりさんに連絡します。今ニューヨークに来てランチしてるんですが、近くにいるならしおりさんも来ませんか？行きます、喜んで。ランチに合流したしおりさんは、 Y 氏と一緒にニューヨーク支局まで一緒に行き、そこで Y 氏とは別れ、その後はニューヨーク支局長がしおりさんを案内しました。事件より前にしおりさんが Y 氏と会ったのは、ピアノバーとこのランチへの合流の2回だけ。その後しばらくして、しおりさんは日本に帰国します。 Japan。 だけどニューヨークで働きたい。なんとかならないか。そうだ、確か Y さんが TBS のワシントン支局ならいつでもインターンにおいでって言ってた。インターンでワシントンに潜り込んで、そこから現地採用を目指そう。2015年3月下旬、しおりさんは Y 氏に久しぶりに連絡します。お久しぶりです。今就職活動中なのですが、就職先の紹介をいただけないかと思いメールいたしました。検討のため履歴書を送ってもらえますか？プロデューサーの採用は本社の決裁が必要ですが、アメリカでまずフリーランスで契約して、仕事を続けながら正式採用を目指すなら、私が決裁できますよ。よし、ありがとうございます。履歴書を送ります。最大の関門はビザですね。局で支援できるか検討します。ところで、野暮用で一時帰国することになったんだけど、来週は東京にいますか？4月3日はどうでしょう？ Y 氏は自分がアメリカから東京に戻るときに会おうと提案しました。なんとかアメリカでの仕事にこぎつけたいしおりさんはもちろん OK をします。待ち合わせは2015年4月3日の夜、東京恵比寿。しおりさんの人生を決定的に変えることになってしまう運命の日、しおりさんと Y 氏は食事を共にすることになります。しかし、そこで何があったのか、食事の後何が起こったのかについて、2人の言い分は食い違っています。第2章はしおりさんの主張するストーリーです。ああ、やっと相撲の取材終わった。やばい、もう6時40分。集合時間には間に合わない。連絡入れとかないと。約束より1時間遅れてしおりさんが恵比寿駅に着くと、 Y 氏が迎えに来てくれました。2人は歩いて串焼き屋に入りました。あら、他に TBS の関係者はいない。私と Y さんの2人きり？ちょっと想像とは違うわね。じゃあ乾杯。乾杯。しおりさんはこの串焼き屋さんでビールをグラス2杯とワインを1、2杯飲みました。2人は夜9時40分頃、串焼き屋さんを出て5分ほど歩いたところにある寿司屋さんに到着しました。恵比寿駅からも歩いて5分の場所です。すごい高級な感じのお店。ちょっと緊張する。飲み物はいかがいたしましょう？あ、じゃあ日本酒で。しおりさんが2合目の日本酒を飲み終わろうとする頃、私ちょっとお手洗いに。どうぞ。失礼しました。次はどうしましょう？あ、じゃあ次も日本酒で。かしこまりました。あれ、なんか急にめまいが。やばいな、なんかまずい。あー、痛い痛い。下腹部の裂けるような痛み、裸の自分、目の前にはあってはならない光景。痛い、やめて、痛い、くっ、どいて。しおりさんの力では Y 氏を押しのけることができません。
トイレに行きたい。その言葉を聞いて Y 氏はようやく体を起こし、しおりさんの目に映ったのは避妊具をつけていない Y 氏の陰茎。取られてる、逃げないと。しおりさんはトイレに駆け込みました。何？何が起こってるの？私、鏡に映った自分の体はあちこちが赤くなっていました。ここは Y 氏の泊まってるホテルだ。とにかく部屋を出ないと。Y 氏はそのまましおりさんをベッドに押し倒しました。抵抗できないほどの強い力。しおりさんは足を閉じ体をねじ曲げ抵抗します。 Y 氏はキスをしようと顔をしおりさんに近づけ、しおりさんはキスから逃れようと必死に自分の顔をベッドに押し付け、さらに体と頭を Y 氏に抑えられていることで息ができず窒息しそうになりました。殺される。ようやく Y 氏の手が頭から離れ、やめて、痛い、やめてください。痛いの？そう言いながらも Y 氏は無理やりしおりさんの膝をこじ開けようとします。何分もの揉み合いの末、ようやく Y 氏は動きを止めました。はっ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 、ああ、なんて言えば。しおりさんは Y 氏に対する罵倒の言葉を探していました。しかし女性が目上の男性に対して使える抗議の言葉は日本語には見当たりません。そこで What the fuck are you doing? Why the fuck do you do this to me? さらに英語で、一緒に働く予定の人間にこんなことして何のつもり？ごめんね、君のことが本当に好きになっちゃった。早くワシントンに連れて行きたい。君は合格だよ。あと 1,2 時間で空港に行かなくてはいけない。その途中に大きなドラッグストアがあるから、ピルをそこで買いましょう。その間に一緒にシャワーを浴びよう。ピル？処方箋なしで買えるはずない。結構です、とにかく逃げないと。しおりさんはベッドから抜け出し、部屋のあちこちに散乱していた自分の服を探し始めました。しかしパンツが見当たらない。私の下着はどこですか？パンツくらいお土産にさせてよ。信じられない、いつもはできる女みたいなのに今日はまた子供みたいで可愛いね。ようやくパンツを渡されたしおりさんは急いで服を身にまといました。しかし入り口のドアノブにかけられていたブラウスはなぜかびしょ濡れ。これなぜ濡れているんですか？これを着て。 Y 氏が差し出したのは Y 氏の T シャツ。しおりさんは他に着るものがないので、その T シャツを身につけました。しおりさんは荷物をまとめ、足早に部屋を出てロビーを出てから、そこが東京高輪のホテルであることを初めて知りました。ホテル前でタクシーに乗った時刻は4月4日午前5時50分頃。思い出せない、寿司屋のトイレから記憶がない、痛い。自宅に戻ったしおりさんは T シャツを捨て、残りの服は洗濯機に入れて洗い、シャワーを浴び、体にあざや出血があることを確認。乳首にも出血がシャワーを当てることもできない状態でした。記憶が蘇らない、なぜホテルまで行ったのかまるでわからない。とにかくモーニングアフターピルをもらいに行こう。妊娠の可能性がどうしても気になり、しおりさんはその日産婦人科を受診し、モーニングアフターピルの処方を受けました。その時のカルテには、4月4日午前2時ないし3時頃の性交渉の際に避妊具が破れたと記載されています。同じ日、しおりさんは妹とカフェに行きました。以前から一緒に出かける約束をしていたのです。しかしこの日、妹には Y 氏との出来事は話しませんでした。次の日、しおりさんは友達と食事をしました。しかしその場でも Y 氏とのことは話しませんでした。さらに次の日、しおりさんは整形外科を受診し、右膝挫傷と診断されました。カルテには変な姿勢で座っていたために膝の痛みが生じたと記載されています。ここでも Y 氏との出来事は話していません。同じ日、しおりさんは Y 氏にメールを送信します。無事ワシントンへ戻られましたでしょうか？ビザのことについてどのような対応を検討していただいているのか、案を教えていただけると幸いです。肝心の事件のことは一切書かれていません。 Y 氏からメールの返信はありませんでした。その次の日、しおりさんは看護師をしている幼馴染の友達に会いました。幼馴染はしおりさんに元気がないことに気づき、どうしたの？何かあった？大丈夫だからゆっくり話して。実は、しおりさんはこの日、事件から3日経って初めて Y 氏とのことを人に打ち明けたのです。デートレイプドラッグの可能性はあるかな？あると思う。デートレイプドラッグとは、飲み物に入れ、飲んだ人の意識や抵抗力を奪って性的暴行をするために使われる睡眠薬や抗不安薬です。睡眠薬を混入させたお酒であれば、コップ一杯程度で記憶や意識がなくなると言われています。すぐ警察に行った方がいいかな？でもレイプドラッグだとしても、すぐ体から排出されるから証拠は残ってない。それに相手は業界の偉い人なんでしょ？結局2日後の4月9日、事件から5日が経って、ようやくしおりさんは警察署に行きます。
ですが警察では証拠が揃っていないから捜査が難しいと言われてしまいます。レイプ事件は通常密室で行われるので目撃者はいないし防犯カメラにも映らない。事件を証明するには体についた精液や DNA のような動かぬ証拠が重要になってきます。しかししおりさんは事件直後に T シャツを捨て服を洗濯しシャワーを浴びて証拠を洗い流してしまい、産婦人科ではモーニングアフターピルの処方を受けただけでレイプキットでの検査を受けていませんでした。警察に行ったのも事件から5日後です。その頃には動かぬ証拠はほとんど姿を消してしまっているのです。本来は事件後すぐに救急外来でレイプキットの検査を受けるか警察に行く、それができなくても性暴力被害の支援センターや被害経験者に連絡して助言を得るべきでした。ホテルが分かってるんだから防犯カメラだけでも調べてください。警察はホテルに行きタクシーを降りる時の Y 氏としおりさんの防犯カメラの映像を確認しました。そこには4月3日午後11時19分タクシーがホテルに到着したもののしおりさんは自力で降りることができず、 Y 氏が一旦先に降りてカバンを車外に置いて、それからしおりさんを引きずるようにしてドア側に移動させ、しおりさんはタクシーが止まってから2分以上が経ってタクシーから出てきたという状況が映っていました。その後しおりさんは自分で歩くことができず、 Y 氏が右手でしおりさんを支えるようにしてホテルの中に入っていきました。でもこれだけでは証拠として十分とは言えない。しおりさんは Y 氏とメールのやり取りをすることにしました。友達に文面を考えてもらいながら警察に言っているということを Y 氏に悟られないように言葉を慎重に選んで、4月14日、この前はどうしたらいいのか分からなくて普通にメールしたりしていましたが、やっぱり頭から離れなくて、この前気づいたらホテルにいたし、気づいたらあんなことになっていてショックすぎて Y さんに罵声を浴びせてしまいましたが、あの時言ってた君は合格だよっていうのはどういう意味なんでしょうか。 Y さんのこととても信頼していたので罵声浴びた記憶はないけどな。4月18日、意識のない私をホテルに連れ込み否認もせず行為に及んだ挙句、その後何もなかったかのように電話でビザの手続きをするので連絡すると言ってきたり、この後に及んでそのようなあやふやなご返答をされるのはなぜですか。この状況を考えるとまるで Y さんが仕事の話を持ち出してこのような機会を伺っていたように思えてしまいます。誠意ある対応をしてください。あなたは私が強制したわけでもないのに自ら進んで飲んで泥酔し、タクシー内や私のスーツや荷物に嘔吐して正体不明となりました。路上に放置するわけにもいかないからやむなく逗留先に連れて行ったんだよ。あなたが普通に食事して普通に帰ってくれたら何も起きなかった。私だってこれから一緒に働こうという人に最初からそういう意図で接するはずがありません。4月18日、私は妊娠していたらと思うと不安です。あなたはホテルで吐いて眠ってしまい、その後あなたは唐突にトイレに立って戻ってきて私の寝ていたベッドに入ってきました。その時あなたは飲みすぎちゃったなどと普通に話をしていました。だから意識不明のあなたに私が勝手に行為に及んだというのは全く事実と違います。私もそこそこ酔っていたところやあなたのような素敵な女性が半裸でベッドに入ってきてそういうことになってしまった。あなたが妊娠するということはありえないと考えています。そんな折 Y 氏がワシントン支局長を解任されたという報道がされました。実は Y 氏は自分が書いたある記事が原因で会社から懲戒処分を受ける可能性が出ていたのです。会社から聞き取りを受けるために3月30日から事件のあった4月4日まで Y 氏は日本に一時帰国していたのです。 Y 氏は会社から出社に及ばずという通知を受けていて、その後15日間の出勤停止処分を受け、4月23日ワシントン支局長を解任されて東京の営業局への移動を命じられました。 Y 氏が東京に来るということになって警察が動き始めます。身柄が東京にあれば捜査がしやすい。警察は Y 氏に対して準強姦罪の被疑事実で捜査を進めることにしました。準強姦罪とは今は準強制性交罪と呼ばれている犯罪です。刑法178条2項の要約、人の心身喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心身を喪失させもしくは抗拒不能にさせて性交、肛門性交または口腔性交をした者は5年以上の有期懲役に処する。暴力を使わなくても意識がない人などに対して性交をすると、かつて強姦と呼ばれていたのと同じ重罪になります。2017年から強姦罪は全て強制性交罪という呼び方に変わっています。さらに警察はタクシー運転手の供述を獲得しました。あの日のことは印象的だったんでよく覚えてますよ。何せ私のタクシー内にゲロ吐かれましたからね。午後11時過ぎでしたね。お二人を乗せたのは後席の奥側に女性、男性が手前側に座りました。女性は私に近くの駅まで行ってくださいと言ったんですが、最寄りの恵比寿駅と逆に走ってたんで目黒駅が一番近いですと答えました。そしたら女性はそれでは目黒駅にと言ったんで目黒駅に向かいました。そしたらタクシーが目黒駅に到着する直前になって、男性が都ホテルに行ってくれと言ったんです。女性はその前に駅で降ろしてくださいと言ったんですが、男性の方がまだ仕事の話があるから何もしないからって言ってて、それから女性が静かになったので、私はホテルでよろしいですかと確認してホテルに向かいました。ホテルについて男性が女性を降ろそうとしたんですが、女性は全然動かなかったですね。男性は一旦降りてカバンを外に置いて、女性の脇に肩を入れて引きずり下ろしました。その後も女性が自分で歩いていくというよりは男性に抱きかかえられるような感じでホテルに入っていきました。ホテルのボーイさんも心配そうに見てましたよ。それで
その後変な匂いがしたから後部座席を見たらやられてましたね。女性が座っていた席の下にゲロ吐かれてた。警察の捜査が進み、6月、Y 氏に対する逮捕状が発せられました。いよいよ Y 氏が逮捕される。しかし逮捕予定日。しおりさん、実は逮捕できませんでした。Y 氏の逮捕は直前でストップがかけられたのです。その後逮捕を直前で止めたのは当時の警視庁の N 刑事部長だということが分かっています。逮捕を止めたことについて私が決裁したと週刊誌での取材に答えているのです。その後、事件から1年4ヶ月に及ぶ捜査の末、2016年7月 Y 氏は不起訴となり、2017年9月検察審査会も Y 氏の不起訴を指示しました。Y 氏の刑事責任を問う道は途絶えたのです。なぜ逮捕が直前で取りやめになったのか、事件の真相を誰が突き止めてくれるのか、全てはブラックボックスの中に封じ込められようとしていました。疲れた。この間しおりさんは不眠、悪夢、気分の浮き沈み、物忘れ、食欲減退などに苛まれ、フラッシュバックが生じ、外傷後ストレス障害とまで診断されました。今までできていた日常生活を失った。人としての尊厳も失った。もう何もすることはできないのか。私はジャーナリスト。私の仕事は真実を伝えること。自分の尊厳を取り戻すためにまだできることがある。しおりさんは民事裁判で直接 Y 氏の責任を追及するため訴えを起こしました。裁判所でのしおりさんの主張はこうです。一つ目、 Y 氏は私が意識を失っているのに乗じて避妊具をつけずに下腹部に陰茎を挿入させた。二つ目、意識を回復し性交渉をやめるように求めた後も体を押さえつけて性交渉を継続しようとした。三つ目、これらの行為は私に対する不法行為だ。1100万円賠償しろ。意識を失っているのに乗じて性交した、つまり準強制性交の主張が出ています。意識を回復した後の主張も出ています。意識を回復したのですから準強制性交にはなりません。しかし体を押さえつけたという部分が暴行を用いて性交したということで、準のつかない強制性交、いわゆる強姦行為です。準強制性交も強制性交も違法な行為ですから、民事裁判では不法行為として損害賠償を求めることができます。これに対して Y 氏の反論は次の通りです。1つ目、しおりの言ってることは嘘だ。2つ目、しおりとの性行為にはしおりの同意があった。だから意識を失っているのに乗じてないし、力ずくて性行為をしたわけでもない。3つ目、しおりは週刊誌や本に私がしおりを強姦しただとかいう嘘を書いて私の名誉を傷つけたし、プライバシーも傷つけた。不法行為をしたのはしおりの方だ。1億3000万円賠償して謝罪広告を出せ。訴えられた Y 氏はカウンター訴訟である反訴を起こしてしおりさんが名誉毀損をした。1億3000万円賠償しろと請求してきました。しおりさんが訴えた1100万円に対して10倍以上の請求額です。 Y 氏は本気でしおりさんを潰す気のようです。しおりさんの言ってることは嘘だ。性行為にはしおりさんの同意があったのだという反論も出ました。性行為があったことは Y 氏も認めていますが、しおりさんの同意があったなら犯罪どころか2人が愛し合っただけのことと言えそうです。では Y 氏が主張しているしおりさんの同意とは具体的にどのような状況を指しているのでしょうか。第2章で見たしおりさんのストーリーとは全く違うストーリーが裁判で Y 氏から語られました。2015年4月3日夜、こんばんは。お久しぶり。約束通りの時間だね。お久しぶりです。本日はわざわざお時間作っていただいてありがとうございます。行きましょう。こちらです。最初に入った店は串焼き屋さん。 Y 氏としおりさんはビールの大瓶を2本、サワーの大ジョッキをそれぞれ1杯ずつ、ワインの一升瓶を1本注文しました。午後8時頃、2人は串焼き屋を出て寿司屋に向かいます。寿司屋でしおりさんは自分で自分の日本酒を注いで飲み始め、途中トイレに行ってそのまま寝込みました。その後しおりさんは席に戻り、少し飲みすぎてしまいました。でももう大丈夫です。しおりさんは寿司屋で少なくとも6号から7号の日本酒を飲み、他の客の椅子に座って話したり、裸足で店内を歩いたりしました。しおりちゃん、もう帰るよ。はい、わかりました。しおりちゃん大丈夫？ふらついてるよ。これじゃ駅まで歩けないだろうな。タクシーに乗りましょう。すみません。おい、うわ、あー、やっちゃった。タクシーのうんちゃんに怒られるぞ。はあ、どっちみちこれじゃ駅に降ろしてもしおりちゃん一人じゃ帰れないんじゃないか。11時10分か。12時までにアメリカの政治動向を確認しなきゃならないってのに、どうすればいい。確か俺のホテルの部屋はツインルームだったよな。やむを得ない。しおりちゃんをホテルに連れて行こう。運転手さん、都ホテルに行ってください。はい、わかりました。しおりちゃん、着いたよ。ほら、
Y 氏はしおりさんに手を貸して降車させました。タクシーから降りた2人はしおりさんのスピードに合わせて並んでゆっくりと歩き、ホテルの部屋に向かいました。大丈夫？少し休めば大丈夫です。迷惑をかけてすみません。おいおい、うわ、またやった、ひってえ。とにかく拭かないと。あれ、しおりちゃんは？トイレで床に座るなよ。しかもゲロまみれで。ブラウスもゲロまみれだな。ほれ、起きろ。ブラウスを脱ごうとするしおりさん。脱いで流さないとな。ほれ、手伝ってあげるから。ほら、これ脱いで。もう、はい、脱いで。一人では服を脱ぐこともままならないしおりさんのブラウスとスラックスを脱がせ、しおりさんをベッドに寝かしてから Y 氏はゲロの片付けとブラウスのすすぎを始めました。ふう、いい気なもんだ。午前2時頃、突然起き上がるしおりさん。喉乾いた。私はなんでここにいるんでしょうか？ Y さん？はい。寝てますか？寝てたら喋らないでしょう。今度は何ですか？私、やらかしましたね。怒ってますよね。私のアメリカ行き、不合格ですか？酔いは冷めたみたいですね。今その話はやめましょう。私、不合格ですか？私お酒に強いんでいつもあんなんじゃないんです。不合格なんですか？自分のベッドに戻って寝てください。はい、戻ります。Y さん。私の就職、不合格なんですか？もうこういうことのないようにしますから。その話はまた今度。Y さん、まだチャンスがあるなら、こっちに来てほしい。はい、来ましたよ。私の就職、不合格ですか？しおりさんは左手で Y 氏の右手を握り、引き込むように引っ張り、二人は添い寝状態になりました。私、不合格なんですか？しおりさんは寝返りを打ちながら右足を Y 氏の体の上に乗せました。この状況はさすがにしおりちゃんを安心させてあげないといけない。悪い印象を与えてしまったと思っているしおりさんを安心させるため、 Y 氏はしおりさんと性交渉を始めました。そのうちしおりさんが痛いと言い始めたので、 Y 氏は性交渉をやめ、少しだけ会話をして二人とも眠りに落ちました。5時か。シャワー使わせていただきました。すみません、ブラウスがびしょ濡れで。何か着るものを貸してもらえませんか？僕の荷物から好きなものを選んできていいよ。じゃあこれをお借りします。しおりさんは Y 氏の T シャツを選びました。もう6時。すみません、私行きますね。うん、気をつけてね。 Y 氏はしおりさんを見送りました。以上が Y 氏が主張しているストーリーです。 Y 氏のストーリーによると、性行為があったのは午前2時頃で、しおりさんは酔っている様子はなく、意識を失ってませんし、性行為についてしおりさんの同意がありました。そしてしおりさんには、就活中なのに酔っ払って吐きまくってしまったという、自分の悪い印象を挽回するためという、 Y 氏と性行為をする動機があったと考えることができるというストーリーです。しおりさんのストーリーと全く違う Y 氏のストーリー、2人の主張は完全にぶつかり合っています。ここで問題を整理してみましょう。しおりさんと Y 氏の言い分がぶつかり合っているのは次の点です。一つ目、性交渉の時しおりさんに意識があったか。しおりさんは意識がなかったと主張していますが、 Y 氏は意識があったと主張しています。二つ目、性行為についてしおりさんは同意したか。しおりさんは同意してないし、拒否しても無理やり性行為を継続されそうになったと主張していますが、 Y 氏は同意があったと主張しています。三つ目、しおりさんが強姦だと公表したことは Y 氏に対する名誉毀損等の不法行為に当たるか。しおりさんは不法行為にならない、 Y 氏はなる。この問題、皆さんならどのように考えますか？まず名誉毀損について簡単に説明します。他人の評判を落とすような情報を不特定多数の人が見れるように公表すると、原則として名誉毀損になります。したがってしおりさんが Y 氏が強姦したということを公表したことは、原則として名誉毀損になります。しかしその公表内容が1、社会のためになる情報で、かつ2、社会のためだと信じて公表されていて、さらに公表したことが3、真実と証明できるか、真実と証明できなくても真実だと確かな資料に基づいて信じたのであれば違法になりません。今回のしおりさんの公表行為もこの
この名誉毀損のルールに従って考えていくことになります。次に今回の事件の中心、しおりさんの意識はあったのか、同意はあったのかという問題はどうでしょうか。しおりさんのストーリーと Y 氏のストーリー、どちらを信じればいいのかという問題です。どちらのストーリーが信じられないかと言ってもいいかもしれません。正直どちらも本当っぽく聞こえなかったですか。ここで手がかりとなるのは矛盾と変遷です。発言について辻褄が合わない部分はないか、これが矛盾。最初言ってたことが後から変わってしまっていないか、これが変遷。そしてそれらの矛盾変遷はその人の言ってることが嘘だと判断できるほどに決定的なのか、これらの矛盾と変遷が明らかになるのが裁判の山場、尋問です。まずはしおりさんの主尋問から見てみましょう。しおりさんの代理人弁護士がお聞きします。1軒目のお店、串焼き屋さんで、あなたはどれくらいのお酒を飲みましたか。ビールをコップ2杯、ワインをコップ1、2杯です。串焼き屋さんを出た時あなたは酔っ払っていましたか。串焼き屋さんにコートを忘れていたのを思い出して歩いて取りに戻ったくらいですから酔ってなかったと思います。それでは2軒目の店、お寿司屋さんで、あなたは自分で自分の日本酒を継ぐ、つまり手酌で飲んでいましたか。2軒目のお寿司屋さんは私が普段行かないようなとても格式の高いお店でかなり緊張しました。そんな状況で勝手に手酌して飲むようなことはしません。あなたはお寿司屋さんでトイレに行きましたね。2回目のトイレに行った時の状況を教えてもらえますか。はい、急にめまいがした時に2回目のトイレに行きました。周りに迷惑をかけたくなかったので誰にも言わずそのまま席を立ってカバンを持たずトイレへ行きました。トイレに入るとめまいが強くなり、立っていることができず便器に腰掛け、後方に頭を持たせかけました。そこからの記憶はありません。それではその後意識が戻った時の状況を教えてください。下腹部の痛みで目が覚めました。すぐに見えたのはオレンジ色の光と、光がいくつかこう室内の光が目に入ってきたことを覚えています。それからとにかく痛みが起きて、何が行われているのかもすぐには分からなかったので、痛いと相手に伝えましたがやめてくれませんでした。私がトイレに行きたいと言ったら Y 氏は私から体を離しました。あなたは事件の2日後の4月6日膝が痛くて整形外科を受診しましたね。はい、その時のカルテによると、あなたはお医者さんに痛みのきっかけを聞かれて3月31日に変な姿勢で座っていたからと答えています。3月31日は事件より前の日ですが、これはどういうことですか。それはその時まだ自分に起こったことを自分の中で整理できてなくて大変混乱してました。男性医師から何があったのかと聞かれた時に、この時起こったことではなく一番近くに起きた膝が痛かったことを思い出しお伝えしました。それが3月31日に渋谷区のパートナーシップ証明の取材をしていた時のことです。囲み取材で発言者にマイクを向けるため膝をついていた、不自然な格好をしていたためということを思い出したので、そのことだったり、以前バスケやヨガのようなスポーツをしていたことを話しました。被害のことを話したくなかったのでそう話しました。ここからはY氏の弁護士からの反対尋問。あなたは事件の日に産婦人科に行きましたね。はい。その産婦人科のカルテには午前2時から3時、コンドームが破れたと書いてあるんですよ。あなたは産婦人科でコンドームが破れましたと答えたんじゃないんですか。カルテに書いているそのようなことは一切答えていません。お医者さんと交わした言葉は、女性のお医者さんが私の顔を見ずにいつ失敗されちゃったのと聞いて、それに対して明け方ですと答えただけです。どう失敗したのか、何があったのか、何時だったのかという会話はそこでは一切ありませんでした。コンドームが破れたなどという言葉も使ってません。お医者さんが勝手に書いたものだと思います。無理して診察に入れてもらった短時間の中での診察だったので、こういった手違いがあったのではないかと思います。そうですか。ところで事件の2日後、4月6日、あなたは Y 氏に対して無事ワシントンへ戻られましたでしょうか、ビザのことについてどのような対応を検討していただいているのか案を教えていただけると幸いですとメールしていますよね。はい。強姦の被害を受けた女性が強姦の加害者に向かって、無事ワシントンへ戻られましたでしょうか、なんていうねぎらうような言葉かけをすると思いますか。強姦加害者に対する言葉かけとしては通常ありえませんし、あなたの方がむしろ無事だったからこそこのようなメールができたのではないですか。このように同じように被害があったことを隠してそのまま生き延びるために同じように振る舞っている女性たちを今まで私は何人も知っているので、私の常識はあなたの知っている常識ではありません。それではあなたは Y 氏へのメールでビザのことについてどのような対応を検討していただいているのか案を教えていただけると幸いですとメールしていますよね。これだと強姦の加害者が上司となる職場で働きたいというあなたの就職希望を表明していることになりますよね。この時はまだ混乱していて、全く何もなかったように過ごすのが自分の身のためなのではないかと思ってこのようなメールを書きました。事件から2日も経っているのに混乱されていたんですか。とても混乱していました。ではホテルでのことについてお聞きします。あなたは目が覚めてバスルームに入ったと言っていますが、そこで鏡を見たんですよね。はい。そうするとそこには電話があったので絶対電話が目に入るはずなんですけれども、目に入りませんでした。覚えていません。
強姦の被害を受けているという認識がなかったからこそホテルに電話連絡しなかったんじゃないですか。初めてこの被害を言葉にし何があったかを説明したのは事件の数日後、幼馴染の看護師に話した時が初めてです。では強姦にあったのだとしたらどうしてホテルを出る時にホテルに助けを求めなかったんでしょうか。それは私も今でも後悔していることです。しかしその時はとにかくこの場から安全なところに逃げなければいけない、その思いだけで外に出ました。あなたはホテルを出る時に Y 氏の T シャツを着ましたね。強姦されたというならその相手の T シャツを着るのは何か心理的な抵抗感っていうのはなかったですか。その時は一刻も早くその部屋から外に出たい、それだけだったので、この人のところから立ちたい、この部屋から出たい、この場所から出たい、その思い一心でしたので、とっさに渡された T シャツを何も考えずに身につけ外に出ました。裁判官からも若干の補充尋問があります。4月3日は Y 氏との間でプライベートの話というのはあったんでしょうか。恵比寿駅から歩いていくときにどこに住んでいるのということで、今は原宿駅の場所に住んでいる、どこでその話をしたのかはっきり思い出せないんですが、しおりさんに対する尋問の抜粋要約でした。いくつか疑問が残るところがあったかもしれません。では次に Y 氏に対する尋問、まずは主尋問から。 Y 氏の代理人弁護士からお聞きします。1件目の串焼き屋でしおりさんからワインなら何杯でも飲めるという発言はなかったですか。ワインならかなり飲めますという、かなりお酒が強いということは飲んでいるスピードが非常に速かったのでかなり飲めますというふうにしおりさんはおっしゃってました。2軒目の寿司屋は歩いてすぐに移動できる場所にありますね。はい。ただしおりさんがコートを忘れて戻ったりしたので歩いて 5,6 分のところをもう少しかかったかもしれないです。寿司屋ではしおりさんは何杯くらい飲んだか覚えてますか。少なくとも2回追加で頼まれているのを私は見ています。全部は目撃してないんですが、あなたはしおりさんが酔っている様子を見てどうしようと思いましたか。少しトイレから出てこられてからは酔いが一段進んだように見えたのでかなり酔っちゃったなと、多少慌てたというか少し驚いたと言いましょうか、そういう感じでした。寿司屋さんから出た後、普通だとしおりさん一人でタクシーに乗せて別れればいいんじゃないかと思うんですけれども、あなたはそうしなかったんですね。はい。なぜですか。タクシーに乗る手前まではどのくらい酔ってるか度合いが分からなかったので、自力でお帰りになられるのであれば帰っていただきたかったんですね。私はオバマ大統領の記者会見のことと翌日のアメリカの戻りというのがあったので、ただタクシーの中で嘔吐されてかなり酔いが回った感じになって、嘔吐されると駅で降ろしてもう一回嘔吐したら吐瀉物で窒息するリスクもあると思いました。ですから一人では自力では帰らないと判断せざるを得なかったです。判断せざるを得ないと思ってどうされたんですか。私が泊まっていた高輪のホテルで休んでいただこうということでお連れしたわけです。ホテル以外の安全な場所に置いて別れるということは考えられなかったんですか。ホワイトハウスの記者会見が午前中にある、それから大事なブリーフィングがあるという情報が入っていたので、パソコンに戻って作業をしたいというのがかなり気持ち的には切迫していたので、しおりさんを送って帰るとそれが金曜日の夜でしたので、渋滞も考えますとなかなか1時間2時間無駄にできないという判断でした。4月3日の時点であなたが国際的に動向をフォローしなくちゃいけないというような事情はありましたか。当時アメリカのオバマ大統領がイランの核問題に関する枠組み合意の記者会見を4月3日に行ったばかりでした。ですから折を見て携帯をチェックしたり、それから携帯ではチェックしきれない情報などはホテルに戻って、ご存知の通りこの間トランプ大統領がそれを破棄しましたけれども、いずれにしても大きなニュースなのでずっと気にはしてた一日でした。しおりさんは先ほどの証言で原宿にいたというようなことを話していたというんですけれども、あなたはそんなことを知ってましたか。私は全くそれを聞いた記憶はないです。あなたはしおりさんの自宅はどちらにあると思ってましたか。3月にいただいた履歴書で神奈川県と書いてあったことを記憶していたので神奈川県の方向だというふうに理解していました。タクシーの中でのことをお聞きします。タクシーの運転手によればしおりさんが目黒で降りたいと発言しているのにあなたの判断でホテルに連れて行かれたというような状況になっていますけれども、これはあなたの認識とは違いますね。いやその通りです、合ってます。そうですか。はい。しおりさんは帰れますということをおっしゃっていたんですが、その後吐いたんですね。それでかなり酔いが回って来られた中で、これは駅で落としても危険だなと判断せざるを得なくなったわけです。タクシーの中で酔いが進んだ感じ、揺れますし、性交渉があったこと自体は認めるんですね。認めます。彼女が性交渉について同意したということをはっきり言える根拠は何かありますか。たくさんあります。例えば、私の右手を引っ張り、あまり性行為の詳細を話したくありませんけれども、訴状の中に、陳述書の中に書いた通りです。彼女の方が積極的に誘ってきたという理解でいいですか。はい。女性の方が積極的に性交渉に誘うというのは何か特別な事情がないと考えにくいんですけれども、今回の場合何かそういった特別な事情はあったんでしょうか。やはり一緒にワシントンで仕事をしたいという強い希望があるのに、実際1対1で初めて会った時に飲みすぎて醜態を晒し、私の私物を含むタクシー内ホテル内で嘔吐したことに気がついて、このままではもう仕事ができなくなると考えられたのではないかなと私は類推しています。
あなたがしおりさんのことを迷惑だなというのは、おそらくあなたの表情や態度に出たと思うんですが、それに対するしおりさんの反応として印象に残っていることはありますか？私は不合格でしょうか。私はお酒に強いのでこんな風になったことはないんです。もうこういうことのないようにしますから、ということを、だいたいこの3つのことを呪文のようにずっとおっしゃっていました。ただいくら彼女の方から誘いかけがあったとしても、あなたの勤務先での就職を希望している若い女性と性的関係を持つことは避けるべきだという世間的な評価があることは当然理解されていますね。はい、よくわかっています。それでもあえて関係を持ってしまったことについて何か述べることはありますか？結果として今日もしおりさんの様子を見て大変傷ついておられる。それは彼女が間違っていたり嘘をつかれている部分を除いて傷ついておられることは間違いないんだと思います。他方、私も社会的に大変ダメージを受けましたし、私もあの判断、もっと違う判断をするべきだったと深く反省しています。あと4月18日あなたがしおりさんに送ったメールで、しおりさんのような素敵な女性が半裸でベッドに入ってきてそういうことになってしまったということが書かれていますよね。はい。あなたはこの裁判では、しおりさんがこちらに来てほしいと言ったから根負けして、あなたがしおりさんのベッドに移動したと言っていて、しおりさんの弁護士はあなたが言ってることが違うと指摘していますが、これについてどう思ってますか？これはベッドに入ってきたという表現について、私が泊まっているホテルのベッドに結果的に泥酔した結果入ることになったということをメールで書いているだけです。それは経緯として書いたんじゃなくて、事実関係として書いているわけです。しおりさんの弁護士による反対尋問、食事のあった4月3日の夜、しおりさんと恵比寿で会った日、その日の昼間のことは覚えてますか？覚えてないです。寿司屋でしおりさんが裸足で店内を歩いていたところをあなたは見ましたか？私は実は見ていないんです。ただ店内を歩いているのは見ました。裸足だったというのは店のお二方に後で聞きました。寿司屋を出て最寄り駅の恵比寿までは3分から4分くらいじゃないですか？歩くとまあ5分くらいですかね。あなたがしおりさんをタクシーに乗せた理由ですが、あなたとしてはしおりさんが自力で帰れるなら早く帰ってもらいたかったけど、タクシーに乗せざるを得なかったということでしょうか？いや違います。タクシーに乗せた段階ではどうだったかは分からなかったです。ただタクシーの中では明らかに酔いが回って、タクシーの中で嘔吐した段階で彼女は一人では帰れないなという結論に達しました。寿司屋を出たしおりさんはタクシーに乗る前に会話もできなかったんですか？いや、そんなことはなくてですね、しおりさんは並木のところに手を寄せてちょっと酔ってしまったとおっしゃってました。自分で。だからしおりさんが喋らないほど酔っていたわけではないです。結論としては、吐いたらもう無理。そうするとタクシーが目黒駅に着く前に吐いたということでしょうか？いや、それはちょっと覚えてないです。ただそもそも店の中を歩き回った段階で相当酔っておられたのは確かで、これ例えば電車に乗っても何か不自然な行動をしかねないなという懸念はすでにありました。あなたはしおりさんに自宅はどこかということを聞きましたか？4月3日の会話の中で。4月3日、一貫して一度も聞いていないと思う。ただ私は神奈川県だとタクシーの中で思っていたので、聞いていないということになるんでしょうね。あなたはしおりさんがあなたに性行為を誘ったと主張していますが、しおりさんがあなたを性行為に誘う理由について教えてもらっていいですか？それは私はわからないので本人に聞いてください。わからないということでいいですか？わからないです。ではあなたはなぜしおりさんと性行為をしたのですか？とりあえずしおりさんに黙ってほしいというのが先にありました。繰り返しごめんなさい、すみません、不合格ですかとしおりさんが言う状況を黙っていただくために、険悪なムードを改善しようと、いわゆる懐柔という表現はあまり好きではありませんが、なだめるような気持ち、そういう意味合いです。事件の後アメリカに帰ってから普通に出社をされて、支局長として業務を行っていらっしゃいましたか？懲罰委員会が開かれて会社から処分されるまでの間は、それまでやっていた業務をやらないという説明をいずれかのタイミングで会社から受けました。それは懲戒処分の内容とは無関係で、そういうルールのようです。処分が決まるまでの間会社に来るのはまかりならんということですね。会社のルールとして、いわゆる出社に及ばずというのは、罰の重さとは無関係に与えられるものだという説明を受けているわけです。そうしますと、3月30日から4月3日の間にあなたが聴取を受けたのは、処分を決めるための聴取だった。そうです。そうだとすると、懲罰委員会が開かれるか否か決まるまでの間も含めて出勤しないことになっていたんじゃないですか？それはそうかもしれないです。あなたが寝たベッドはどちらですか？奥にある窓際のベッド B です。性行為はどちらのベッドで行われたんですか？部屋のドア側、浴室近くのベッド A です。あなたは4月18日のしおりさんに送ったメールで、しおりさんが私の寝ていたベッドに入ってきましたと書いています。この私の寝ていたベッドというのはどちらのベッドですか？ベッド A です。
だってあなた別のベッドで寝ていたんでしょ。これは私のホテルの私の寝ていたベッドという意味です。というのはベッド B というのは私ベッドカバーを壊してないんですね。一人でしたから。3日しおりさんが来るまでは。ですからメールのニュアンスは妊娠してしまったら働けなくなってしまうなどというメールが来ているしおりさんに対して、私の泊まっている私のホテルにあなたが酔ったせいで結果的に私のベッドに入ってきたんだというために書いたものですけど、ここ表現が不正確かもしれませんけども、それは私が本来寝ていたベッドという意味です。あなたはしおりさんがシャワーを浴びたところを見たことがないんですよね。はい。あなたの主張によるとしおりさんはあなたと同意の下で性交渉をしたということですよね。はい。それなのにしおりさんはシャワーも浴びず、ゲロがついたスラックスをそのまま履いて、髪もゲロの凹凸臭がしているわけですよね。はい。そういう状態でしおりさんはそのまま帰っていったということですか。まさにその通りです。裁判官からの補充尋問。タクシーを降りてからホテルの部屋に行くまでにしおりさんはあなたから見て一人で歩ける様子でしたか。一人で歩くのはかなり厳しい状態だったと思います。尋問の抜粋と要約は以上です。しおりさんの言ってることにも Y 氏の言ってることにもそれぞれ矛盾や変遷があったと思います。皆さんはどちらの言ってることが真実だと思いますか。それでは裁判所の判断を見てみましょう。東京地方裁判所は次の通り判決しました。Y 氏の供述について、 Y の証言によれば、しおりは就職について不合格かと何度も Y に尋ね、ホテルで冷蔵庫の水を飲んだ。この Y の証言は4月3日の食事の前にしおりが Y に複数回就職先の紹介を求めていたことや、ホテルの利用履歴としてミネラルウォーター1本が計上されていることと整合する。しかし Y はしおりをホテルに連れて行くことを決めたのはタクシー車内でしおりが嘔吐した時点であり、タクシーに乗るまではしおりがどの程度酔っていたかわからなかったなどと供述している。寿司屋と恵比寿駅は歩いてわずか5分程度の距離なのに、どの程度酔っているかわからないしおりをタクシーに乗せることに合理的な理由を認めづらい。また Y はしおりが神奈川県に住んでいると思っていたから駅で降ろすのではなくホテルに連れて行ったというが、しおりは自分が近くに住んでいると Y に告げていたと証言しているし、そうでなくても帰宅のためにしおりをタクシーに乗せておきながら帰宅先をしおりに尋ねていないのは不自然というほかない。さらに Y は夜12時までにアメリカの政治動向を確認する必要があったからやむを得ずしおりをホテルに連れて行ったというが、当時 Y は会社から出社に及ばずの通知を受けていたのであるから、アメリカの政治動向を確認することが職務上必須であったとは認めがたい。この点においても Y の供述はにわかに信用することができない。 Y はしおりが午前2時頃に起きた際、私はなんでここにいるんでしょうかと言って就職活動について自分が不合格であるかを何度も尋ね、酔っている様子は見られなかったと供述する。しかししおりが私はなんでここにいるんでしょうかと言ったのだとしたら、それこそしおりがホテルの部屋に入室することに同意していないことの証拠だと言える。それにしおりは寿司屋で強度の酩酊状態になり、ホテルに到着した後も嘔吐をし、 Y によればしおりは一人では脱衣もままならない状態であったのに、約2時間という短時間で午前2時のしおりが酔った様子が見られないまでに回復したという Y の言葉も疑わしい。そして同意で成功したという Y のストーリーは、しおりがシャワーを浴びることもなく早朝に Y を残して一人でホテルを出たことと合わない。さらに Y が4月18日しおりに送ったメールでは、しおりの方から Y が寝ていたベッド、すなわち窓側のベッドに入ってきたと説明していたのに、裁判では Y が自分からしおりのベッドに移動したと供述していて、前後の供述が変遷している。この変遷に合理的理由は認めがたい。このことについて Y はメールに書いた私の寝ていたベッドとは、前日まで Y が寝ていたベッド、すなわち入り口側のベッドのことを指すなどと供述している。しかしそうだとすると、しおりはそれまで寝ていた入り口側のベッドからトイレに行き戻ってきた後、もともと寝ていた入り口側のベッドに戻ったに過ぎないことになり、性行為のきっかけを説明しようとするメールにしては明らかに不自然である。それに私の寝ていたベッドに入ってきたというメールの分離とも整合せず、 Y の供述は不合理というほかない。以上の通り Y の供述は性行為の直接の原因となった直近のしおりの言動という核心部分について不合理に変遷しており、その信用性には重大な疑念があると言わざるを得ない。 Y 氏の供述には重大な疑念がある。過去の Y 氏の言葉や当日の状況を証拠から推し量って、不自然な点、矛盾している点、怪しい点を洗い出しました。一方しおりの供述について、しおりは串焼き店で小グラスのビールを2杯、グラスワインを1杯か2杯飲み、寿司屋では日本酒を少なくとも2合飲んだ。寿司屋でトイレに行った際、蓋をした便器に腰掛け、給水タンクに頭を持たせかけた状態で意識を失い、トイレから戻った後は同じ内容を繰り返し話す状態であった。寿司屋を出た際に千鳥足で時折並木に手をついて休み、タクシーの車内に嘔吐し、タクシーからなかなか降車できず、Y に支えられてホテルの部屋に行った。これらの事実からすると、しおりは寿司屋を出た時点で相当量のアルコールを
摂取し、強度の酩酊状態にあったものと認められる。このことは寿司屋でトイレに入った後ホテルで目を覚ますまでの記憶がないというしおりの供述と整合する。またしおりはホテルでシャワーを浴びることなく午前5時50分にホテルを出てタクシーで帰宅した。これらのしおりの行動は合意のもとに性行為に及んだ後の行動としては不自然に請求であり、ホテルから一刻も早く立ち去ろうとするための行動であったと見るのが自然である。またしおりはその日に産婦人科を受診してアフターピルの処方を受けているが、このことは否認することなく行われた性行為がしおりの予期しないものであったことを裏付ける事情と言える。加えてしおりは事件から3日後の4月7日及び8日に友人2名に事実を告げて相談し、9日には警察署に相談した。しおりが事件に近接した時期に合意のない性交渉であると周囲に訴え、捜査機関に申告していた点は性行為がしおりの意思に反して行われたものであることを裏付けるものと言える。警察への相談は4月9日で、 Y がワシントン支局長を解任される4月23日より前の時点なので、就職したいと思っていたしおりとしてはあえて嘘の相談を警察にする動機がない。以上の点からするとしおりの供述は性行為前の酩酊状態や性行為後のしおりの行動等と整合するものである。しおりさんの供述はその時の客観的な状況と合っているし、不自然なところがないという評価を受けました。ですが Y 氏の弁護士はいくつかの根拠を挙げてしおりさんの言っていることは嘘だと反論していたはずです。裁判所はその反論についてどのように考えたのでしょうか。Y はしおりの言った産婦人科のカルテに性交渉が午前2時から3時に行われたと書いているから、午前2時から3時に意識があったことをしおり自身が産婦人科で認めていたと反論する。しかしホテルでの性行為に避妊具が使われていない点は Y もしおりも認めているのに、産婦人科のカルテには避妊具が破れたと客観的事実に反する記載があるから、カルテの正確性には疑義がある。アフターピルの処方のみを目的とする診療で患者から詳細な聴取がされていないとしても不自然とは言えないし、しおりが産婦人科を受診したのは性行為から間もない時点だから、その詳細を述べることに抵抗を感じていたと考えられ、しおりの曖昧な申告に基づきカルテに不正確な記載がされたとの疑念も払拭することができない。そうすると産婦人科のカルテにそう書かれているからといって午前2時から3時頃に意識があったとしおりが認めていることにはならない。また Y はホテルのバスルームには電話機が設置されているのにしおりが外部に電話連絡をしなかったことはしおりが供述する当時の状況と矛盾すると反論している。しかししおりの供述によれば、しおりがバスルームに入ったのは目が覚めてから Y から性交渉されていることに気づいた直後であり、動揺して自らが置かれている状況が把握できず冷静な判断ができない状態であったことは容易に推察されるから、電話機を使用して外部への連絡をしなかったことが不自然であるとは言えない。さらに Y はしおりが Y の T シャツを着用したことは性行為に同意がないというしおりの供述と整合しないと反論する。しかししおりの供述によれば、しおりが衣服を探したのは性行為の直後であり、しおりが動揺し一刻も早くその場を離れたいとの心理状態にあったことが合理的に推認されるところ、その時点でしおりのブラウスが濡れたままであり着用できない状態であったことからすれば、しおりが Y から差し出された T シャツをとっさに受け取り着用したことが不自然であるということはできない。また Y はしおりが4月6日に Y にメールを送って無事ワシントンに戻ったかを確認するとともにビザの対応の検討結果を尋ねたことは、しおりが性行為を受け入れた上で就職活動への協力を求める行為であり、性行為がしおりの同意に基づくものであったことを裏付けるから、しおりの供述には信用性がないと反論する。しかし同意のない性交渉をされた者がその事実をにわかに受け入れられず、それ以前の日常生活と変わらない振る舞いをすることは十分にあり得るところであり、しおりのメールも Y と性交渉を行ったという事実を受け入れられず、以前の就職活動のやり取りの延長として送られたものと見て不自然ではない。そうするとしおりがそのメールを送ったからといって性行為がしおりの同意に基づくものであったことが推認されるということはできず、しおりの供述の信用性に影響を及ぼすものとは認められない。以上によれば、しおりの供述が信用できないという Y の反論はいずれも採用することができない。 Y 氏の反論はことごとく否定されました。結局しおりがホテルの部屋に入室したことがしおりの意思に基づくものであったとは認められない。性行為について Y の供述には重要な部分において不合理な変遷が見られ、客観的な事情と整合しない点も複数あるなど、その信用性に疑念が残るものである。それに対ししおりの供述は客観的な事情や性行為後のしおりの行動と整合するものであり、供述の重要部分に変遷がない。しおりの供述は Y の供述と比較しても相対的に信用性が高いものと認められる。以上から Y が酩酊状態にあって意識のないしおりに対し合意のないまま性行為に及んだ事実、およびしおりが意識を回復して性行為を拒絶した後もしおりの体を押さえつけて性行為を継続しようとした事実を認めることができる。そうすると Y の行為はしおりに対する不法行為を構成するものと認められる。このことでしおりにはフラッシュバックやパニックが生じる状態が継続していることと、一切の事情を総合すると Y の支払うべき賠償金額は慰謝料300万円、弁護士費用30万円、合計330万円が相当である。しおりさんの請求が認められました。 Y 氏がしおりさんを名誉毀損で訴えていた部分はどうでしょうか。
しおりが公表した内容は Y がしおりの合意なく性交渉をしたというものだから、 Y の社会的評価を低下させる。しかししおりは自らが体験したことを明らかにし、広く社会で議論することが性犯罪の被害者を取り巻く法的または社会的状況の改善につながるとして公表したのだから、1公共の利害にかかる事実につき、2もっぱら公益を図る目的で表現されたものと認めるのが相当である。そして公表した内容は3真実であると証明された。したがってしおりが週刊誌の取材等を通じ Y との性行為に関する事情を述べたことが Y に対する名誉毀損の不法行為を構成するとは認められない。したがって Y の反訴請求はいずれも理由がない。結論、しおりの請求は330万円の限度で任意をし、 Y の請求は棄却する。 Y はしおりに対して330万円支払え。しおりさんの勝訴です。裁判をやってる間、自殺未遂をしてしまうほどの精神状態に追い込まれ、それでも最後まで戦い続けたしおりさんの訴えが認められました。しおりさんを追い込んでいたのは Y 氏との関係だけではなく、その後に生じたネット上でのバッシング、いわゆるセカンドレイプでもありました。不同意性交の被害者が戦わなければならない相手は加害者だけではない、顔の見えないネット上のたくさんの人々だと言ってもいいのかもしれません。なお Y 氏は東京地方裁判所の判決に納得せず、東京高等裁判所に控訴しているので、この事件はまだ確定していません。というわけで今回のまとめ、レイプ事件は体についた精液や DNA のような動かぬ証拠が重要。事件直後は体を洗わずすぐに救急外来でレイプキット検査を受けるか、警察に行く。それができなくても性暴力被害の支援センターや被害経験者に連絡して助言を得る。真実発見には言葉の矛盾や変遷が嘘だと判断できるほどに決定的かどうかが参考になる。人の評判を落とす表現は原則名誉毀損だが、1公共性、2公益目的、3真実証明、または確かな資料があれば名誉毀損にならないでした。松崎弁護士の労働法大学ではこれからも判例や法律など皆さんの役に立つ情報を配信していきます。この動画が役に立ったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、通知ボタン押していただけるとすごく励みになります。最後までご覧いただきありがとうございました。